ひなチャンネル。今回は転生王女と天才令嬢の魔法革命第4話みんなの反応会ね。前回はあんたの仕事の都合でお休みだったわね。そうなんだよな。だから今回は再開してみた。早速ですがみんなの反応どうぞ。逃げるんだよ。最悪だ、最悪の日だ。報告してどうなるってんだ。あんなの町どころか国が消えちまう。ドラゴンじゃねえか。クソデカドラゴン、デカすぎんだろ。ドラゴンか。ドラゴン来たー。走れ走れ俺たち、なんちゃって。グオードラゴンさん、開幕膝枕。一週間寝てた。だいぶ寝ちゃったがばり。今週もユフィリア城は顔がいい。どういう加工したらそんな画質になるの。バレていら。そういえば先週ユフィ泣いてたな。好きな相手にはすぐお腹を見せる。バレるに決まっているだろう。ユフィマジで環境の変化と辛労で体調崩してるんだよな。今週もレイアウトがいい。そこらの野良犬の方が不敬不敬無神経。まるでしつけのなってないメス犬。臭そう。洗ってない犬の匂いすんぞ。野良犬みたいな匂いとか言うけど、髪乱れてたら直すあたりがちなんすよね。ねえユフィ、もしかして心臓毒、発熱症状。あの、そういうのじゃなくて。やや、拙者風邪ではござらんので。これは落ちましたね。いやこいつ天然すぎでしょう。何をしているんだろう、私。大事になってからじゃ遅いの。ちょっと待って、薬取ってくる。外の風に当たりすぎたかな。今普通にびっくりした。ドアを開ける勢いが強すぎる。早かったですね。お薬異世界薬局。苦かった。よく飲めたね。えらいえらい。アニスちゃんに頭撫でられたい。ごっくんできて偉いね。アニス様転生する際は去年何歳だったんだろう。恋の病は薬じゃ治らんよ。過去10年最高の出来。ボージョレ・ヌーボー提起。オタク特有の早口。どこまでも羽ばたく美しい鳥。美少女空間。私はどこにも行けずに落ちていくだけ。落ちていくだけの鳥。私はどこにも行けず落ちていくだけ。満たしてやってくれアニス様。アニス様が羨ましいです。メンタル的に大丈夫じゃない。本当、ユフィは不器用だな。アニスちゃん落ち着けう。これから詰め込んでけいいだろうが。私はこれから何をすればいいんですか。婚約破棄されてから完全に落ち込んでるユフィ。命じてほしいです。したいことをすればいいじゃないかな。今何でもって。何でもユリエッチなことも。自分のやりたいことすらわからない。一緒に探そう。来まし、最初から来てる。恋人つなぎだ。来ましたわ。押し倒し来たー。中しろ。押し倒す必要ありました。アニス様の体温気持ちいい。ありがとうございます。ありがとうございます。こういうのでいいんだよ。アニス様の体温気持ちいい。体温気持ちいいって。体温気持ちいいはちょっとダメよ。ひんやりしてんのかな。僕も一部が熱っぽくなってる。アニス様の体温気持ちよすぎだろ。あれ、これ本当に転生要素いらないのでは。アニス様、風邪ひきますよ。クソ、ベッドがでかすぎる。手を繋いだまま一緒に寝ちゃってる。看護師じゃん。二人の繋がれた手の中に住みたい。おこがましいか。もうすっかり落ちましたユフィ。手放せそうにありません。 A パートが秒で終わった。手放せそうにありません。さすが自らユリ名乗るだけはあるぜ。あ、無能王子、明かりくらいつけろよ。引きこもりかよ。無用な接触は慎むべきではないのか。無意味どころか残党やぞ。長官こんな顔だったんか。魔法省の長官、敵対勢力だ。また利用されそうだな、この王子は。体が軽い。それとも、アニスの看病のおかげだな。やだイケメン、素振りは基本。イケメン、アニス様もちゃんと訓練するんだ。実践することあるんだ。イリアはどこにでもいる。実践で培われる多く。実践、お二人には感謝しています。どうかご自愛ください。実践で鍛えられた半魔裕次郎の筋肉メーター。偉大なるお祖父様のおかげさまで。真っ白シーツを干すアニメだ。役割以外のことを自発的にするのは難しいですか。図星という顔ですね。次期王子として、公爵令嬢として、理想を体現することが求められる。理想を体現してこそね。アニス様、自分でも言ってたからね。いやマジで、なんでそんな探検使ってるん。相手をふざけに付き合っているのです。演出が良すぎる。相手をふざけに付き合ってる。昔は肩にはまった人間、心の底から敬いたいところなのですが。昔は肩にはまった人間でしたよ。不敬なメイドであることが伝解の経緯であったと。イリアさんもまたアニスに変えられた存在。ざまあみろという気持ちよ。ざまあみろよりもいいかな。演技が良すぎる。染まっちゃったんだね。悪い顔してらっしゃるイリアさん。完全に財産目当ての結婚やないかい。イリア、闇深い賞。かわいい。鳥に向かってくしゃみすな。体が曲がっていてよ。心ゆくまでお悩みください。胸ぐらつかみながら。姫様がいくらでも稼いでくれるでしょう。このメイド、理解が深すぎる。まだ、うまく言えないのですが。
この利休に来られてよかったと思います。イリアさんのアニスへの絶対的信頼感よき。ユフちゃん、笑顔もどこか寂しそう。こけるかと思ったわ。冒険者ギルドからの緊急案件だ。緊急案件、言わなかったか。ゴールドランクの冒険者。ゴールドランクの冒険者兼王女。ゴールドランクだ、だって魔物の素材欲しいし。俺もゴールド免許欲しい。緊急事態なんだ。王女なのに冒険者ギルド、しかも階級強いよ。スタンピードアニメ。上皇陛下がハゼの研究者やってるみたいな。こんなのが王女とはこれいかに。まさかのスタンピードアニメかぶり。出た、ナロー名物らしいスタンピード。負けた方が新たな住処を目指して、もう一つのケースがある。魔物の素材集めと資金稼ぎが同時にできて一石二鳥。そういえば素材がどうのってゲームっぽい要素あったな。天聖系は本当にスタンピードがお好きですね。大物が現れた場合、あのドラゴンから逃げてきた魔物がやってくるのか。スタンピードって転生したら剣でしたで聞いたことあるわ。急いで向かわないと。どうしてアニス様が。それがアバンのドラゴンか。固有でも来たのかしら。間違いなく魔石持ちだ。なんか最近スタンピードってよう聞くようになったな。この機会を逃したら絶対手に入らない相手。冒険者ギルド最強戦力が姫様ってのもなう。やっぱ素材欲しさじゃないですか。誰もが畏怖する生命の頂点、ドラゴン。ドラゴンの魔石が欲しい。ようやくバトル界に近づいてきた。ドラゴンがちゃんと好意にいるのいいな。あのドラゴン魔石持ちか。ドラゴンの素材欲しいから借りに行きますしょう。なんがそこまであなたを借り立てるんですか。原作者の知らないドラゴンだ。私が私であるために行かないとダメなんだ。決めセリフきたな。察してる。憧れに焦がれて焼け死にかねんぞこいつ。言っても聞きませんよって顔してるイリアさん好き。キテレツ王女の顔じゃなくて冒険者の顔だな。スタンピード起きた原因が冒頭のドラゴンか。私を連れて行ってください。ユフィも同行するか。ユフィも鬼強いもんな。びっくりした、私を倒してからっていうのかと思ったう。初デートがドラゴン退治は臭う。ユフィもよく自分で決断したな。空飛ぶタイプのドラゴン。キャツラは空を飛ぶのだぞ。制空権あると厄介だからな。ドラゴン対策会議。パッパ二人がいつも一緒にいるの、もはや笑う。ドラゴンが魔物の群れを狙ってくるかもしれん。魔物は魔物を狙ってくる。ドラゴンの餌を横取りする。ドラゴンが一番切れるタイプやん。防衛できるかすら不明。獲物をなくしたドラゴンが狙うのはオート。コップしか置いてない会議。ここで来るか。お前おとなしく謹慎していれば良いものを。謹慎中のお前に何の関係がある。ドラゴン討伐に参加する許可。お前本気で言ってるのか。謹慎王子に何ができる。ドラゴン討伐の許可を。お前一人で行ってこい。歩くんはお呼びじゃないんだけどな。ほんまに嫌いやわこいつ。闇落ちしそう。なんだこの目は。それか手柄横取りしそう。本当にこの国に必要なんですか。ああ姫様のことか。劣等感感じるんでしたよね。完全に悪い顔すぎる。前世紀まだ兄弟仲の良かった頃、こんな純粋時代もあったのか。最強陰陽師になってきたな。やはり比べられるのは耐えられんか。ここでギャグシーン流すなう。光り輝く才能がない。天才王女だったら、あるいはお姉ちゃんは信長スタイル。もう一度だけ問う。命を懸ける覚悟があるのだな。全部アニスがぶち壊す。え、陛下大変でございます。目撃情報なんだう。アニユフィに先越されてて草。先に倒しちゃうんだろうなう。もう行っちゃいましたう。ああまた曇っていく。先を越されるう。ぶっ飛んでて好きだう。面白いじゃねえの。ドラゴン討伐に許可なんかいらねえ。はあ終わってしまった。やっぱり来週まで待てない。今週も面白かった。毎週ストーリーと絵の綺麗さに震えが止まらないです。みんなの反応はここまでです。ドラゴン討伐とは盛り上がってまいりましたな。今期に冬アニメはバカ息子多くない。あれもこれもそれもさ。確かに多いかもな。ユリ要素がガチってきたな。可愛くていいんじゃないのかな。このまま走り切ってもらいたいわ。うちもそう思うわ。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。